兵庫県明石市長の泉房穂が8日、自身の X、旧、ツイッターを更新し、アメリカンフットボール部員の薬物所持の疑いについて、会見を行った日本大学の林真理子理事長の対応について言及した。泉氏は林理事長の会見に対する報道を引用した上で残念だ。もっと自分の言葉で本音で話す、カタカタと思っていたと投稿。会見での林理事長の対応に落ち、端したことを明かした。今回の騒動に関しては、大きな大学における一部の大学生の行動に、大学の執行部がどこまで責任を負うべきかという問題もあると冷静に指摘。一方、泉氏は、ルンルンを買って、お家に帰ろう。1982年、私の大学入学の年以来のファンとしては、かなり残念だ、と綴り、デビュー当時からの、作家、林真理子の愛読者として、改めて失意の念をあらわにした。ユーザーからは、言葉を選んでいる印象、私も残念ですと同調する声が上がったほか、大学という組織の大きさが発言に影響しているのではないかと指摘するコメントが寄せられていた。